姉は小さい頃から可愛くて性格が悪かった。そして姉は自分の失敗を私のせいにしたり、ことあるごとに、こんなに性格の悪い妹をかばう優しい被害者な姉を演出してきた。よく妹に泣かされちゃうんです、と小学生の姉が微笑みつつも、困り顔でよその大人に言ってるのを何度か見かけたこともある。なので、私たち姉妹は両親から見ても、心優しくて可愛い姉、と、不出来でひねくれた妹、だった。当然両親は姉ばかりを可愛がり、甘やかし、姉が望むことは何でも叶えてあげた。姉には高そうな靴や洋服を買い与え、姉には着せ替えがあったみたい。私には姉のお風呂ばかりが回ってきた。親戚や近所の人も、お姉ちゃんは本当に可愛いね。将来はモデルさんかな？女優さんかな？気立てもいいから看護婦さんかな？と姉をべた褒め。姉の悪巧みですっかり心象操作された周りの人たちは私のことなど完全に無視。私は常に姉の引き立て役だった。そんな姉は成長するにつれて、自他ともに認めるほどの美人になった。そして、姉は美人を鼻にかけ、ブスな私を直接いじるようになってきた。あんたも可愛かったら買ってもらえるのにねえ、かわいそうわら、と新品のものを自慢したり、あんたより私の方が似合うから。綺麗な服は綺麗な子が着るの、と物を強奪したり時には暴力を振るったりしていた。姉は八方美人で人当たりがとても良く、周りを味方にするのが上手いので、私への虐待は私が自立するまで続いた。私は姉中心のそんな生活に嫌気がさし、家を出て大学生活を送り、卒業後は弁護士になった。私は子供の頃から誰にも相手にされていなかったので、学業に専念できて頭だけは良かったのだ。そして、弁護士になってしばらくして、ひょんなことからイケメン男性との婚約も決まった。結婚の挨拶のために両親に会わせる予定だったが、あの姉が何かをしてくるのは分かっていたため、姉には知らせていなかった。だが姉よりの両親なので、実家に婚約者を連れて帰ると当然のように姉がいた。そして案の定婚約者に近づいた。もちろん姉に辞めてほしいと言ったが、私の方が美人で魅力的なんだから、私の方に乗り換えるのは当然よ。ブスのあんたが先に結婚するのはおかしい、と抗議した私に姉は言い放った。そして、婚約者はまんまと姉の意図にかかってしまった。当時姉には恋人がいたのだけど、姉は恋人を裏切り二人して旅行に出かけてしまった。その旅行先で二人は被災した。婚約者も姉も無事だったが、姉にはちょっとした障害が残り顔の半分も無残なことになった。震災のごたごた後、姉のことが地元で噂になった。妹の婚約者と二人きりで旅行とはどういうことだ？それまで姉の評判は良かったが、常識ある人であれば、妹の婚約者と旅行なんてありえないというのはすぐにわかることだった。そしてその話が広まり、これまでうまく隠していた姉の性格の悪さが一気にバレていった。そして姉の恋人はそれを知り、姉の元から去っていった。だがやはり両親は大怪我をした姉をかばい、私の婚約者と私をとことん責め立てた。なぜ私が責められなければならないんだと心底思ったけれど、両親曰く、私が婚約者の心をつなぎ止められてなかったのが悪いらしい。後日、婚約者とその家族が姉と私に頭を下げに来た。姉は婚約者を訴えると言ったが、婚約者の弟、AO が、兄ちゃん誘ったのはそっちだろ？俺にもモーションかけてきたくせに。と爆弾発言。そして AO はその場で姉から来た LINE のスクショを公開。AO は婚約者より一つ年下だそうだが、婚約者に似て同じくイケメン。姉が手を出そうとしたのも納得できた。そして姉はさらに婚約者の弟、三男で中学生にも手を出そうとしたらしいことも発覚。三男もまた携帯のスクショを見せてきた。どうやら次男と三男は婚約者と違って頭が良さそうだった。スクショには、今度お姉さんと二人で会わない？弟くんの夢、お姉さんが叶えてあげる、と姉は婚約者と弟の3人で作ったグループ LINE から個別に弟にこっそりメール送ったらしい。僕は中学生ですから、お姉さん疲れちゃいますよわら。ふふ、望むところよ、と頭の痛い LINE が皆の目にさらされた。三男は自分も弁護士を目指していることから、婚約者から私のことを聞いてすごく憧れていたらしい。だが、姉を紹介されて、妹の婚約者として気に合うなんてろくな女じゃないと感じたらしく、わざと姉に釜をかけてスクショを取って保存したのだということだった。
このことを初めて知った婚約者の両親は当然大激怒。何を考えてるんだ。中学生の息子に何をしようとしてる。犯罪だぞ。結局それから一悶着あったけれど、私は証拠も揃ってるので婚約者と姉を訴えることにした。そしてその後婚約は破棄され、慰謝料も無事支払われた。婚約者からはロミオメールが毎日送られてきた。女は顔じゃないってわかった。バカな俺にはやっぱり君のような頭脳明晰な女性が合っている。あまりにしつこいので、婚約者の両親&兄弟に即訴えて連絡禁止にしてやった。婚約者はバカだったけれど、弟二人のおかげで助かったことには間違いなかったので、改めて私は二人を呼び出してお礼をした。婚約者はもともと女にだらしがない性格だったらしく、次男と三男は私が泣かされないといいなと心配してくれていたと聞かされた。ただ、まさか結婚前に浮気、しかも姉を連れてくるなんて、どれだけクズだと思って呆れたらしい。姉はその後、親のお金を使って顔の手術を何度も施したが、元に戻ることはなかった。度重なる形成手術にお金が底を尽きてきた両親は、もう諦めてほしいと姉に言ったが、姉は両親が老後資金として積み立てていた個人年金を解約させて手術を受け続けた。これまで散々甘やかしてきた両親だったが、ついに、働いて少しでいいからお金を入れてほしい、と姉にお願いした。こんな顔じゃ人前に出れない。すべてあの男に引き合わせた妹が悪いのよ。だが姉は働くことはなく親の金を貪り続けた。姉が被災する前は、引く手あまたと言っていいほど結婚の申し出があったが、顔には被災の跡があり、妹の婚約者と旅行に出かけたビッチで性格悪い女と結婚したい男は現れないようで、今では両親が頭を下げて結婚相手を探す始末。危機感を感じた両親は私に連絡をしてきて、実家に戻ってきて、弁護士事務所を開業しないか、とヘコヘコ提案してきたこともあったが、家にお金を入れず親にたかり散財する姉を背負い込むことになるので、ドヤ顔でお断りしてやった。ちなみに婚約者は両親から見切りをつけられ感動されたとこ耳に挟んだ。どうやら私への多額の賠償金を背負い込んでるので、狭いマンションで悪せく働いてるそうだ。姉はその後も順調に年を重ねていき、とうとう結婚適齢期も過ぎてしまった。あれだけ住民や両親、男にちやほやされ育ったので、プライドと見栄だけは高い姉に話しかける人はおらず荒れた生活をしている。両親も姉が借金をしまくるのを止められないようで、同じようにみすぼらしい生活をしていると親戚から連絡が来た。まあ、私は何も援助しないけどね。私はあの一件以来、賠償金で自分の事務所を立ち上げることにして地元から離れた。それから何年か経った今、順調に弁護士事務所を大きくさせることに成功している。実は今、新しい出会いもあり、私は幸せな毎日を送っている。